腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは好天倒立、選択君主は董卓、第7回を始めさせていただきます。前回は張角の猛攻を受け、ついに安定が陥落寸前まで追い詰められているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひよろしくお願いいたします。いやー、動揺してるじゃないよ。報告いたします。60人しかいない。命令かな。とりあえず中に入りましょう。そりゃそうだよな、セーランが来てるんだもん。これは勝ち目ないよ。で、こちらどう、負傷兵はどうした。あー、負傷兵回収できずか。天水戻ろう。やってやろう。では進めていきましょう。このシリーズ終わりだな。安定が落ちちゃったらもう終わりだよ。あー、安定陥落です。あー、頑張ったんだけどな。で、撃破。報徳も撃破。これで終わりだな。天水だけだと守りきれないもの。各所より報告です。報酬配れる方配っていきましょう。悪くない。一応馬頭は騎山を抑え、ちょっと突っ切っていきましょう。分かり申した。平坦を切る動きですね。で、天水から出撃でやれるだけやろう。関水さん、ここに配備しておきましょう。では進めます。いやー、やっぱり無理だったな。こちらをご覧ください。そしたら関水で真南に突っ切っていきましょう。で、馬頭でこのように平坦切っていきましょう。では進めましょう。あー、安定がついに落ちてしまった。で、天水が耐久値1/4。これで巨長の平坦切った。よし、両方とも平坦切りましたね。こちらをご覧ください。そしたら馬頭でここまで行こう。で、関水もここを押さえてここ行きましょう。分かった。で、混乱状態になってるので、董卓と馬長。馬政。馬政で。兵士一括2000ぐらいでいいかな。董卓来た。あ、馬長。馬長の方が強いからな。董卓が北に行って、炎術を倒して退却。馬長はこちらで、超万世倒して退却と。いや、馬長はここ行って巨長倒して退却だな。いやー、最後が巨長対馬長っていうのはなかなか面白いですけどね。長円も多分北に行くと思うので、このように平坦切っていくか、最低限で。では進めていきましょう。やっぱり来ましたね。いよいよこれで平坦切っていくよ。超万世撃破。よし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 。こちらをご覧ください。超円撃破。どこまでやれるか分かんないけど、とりあえずやれるだけやろう。で、海遊さん、っていうか馬長が出てるから董卓様だな。で、馬勢持たせて3000。いや、あと出せるだけ出すか。海遊と長人も出そう。高徳出そう。
で全員奉仕だ。で馬勢と馬勢で兵士一括2000でちょっと敵接近時攻撃でこのように進軍させましょう。ついてこい。さあそれでこちら兵団歩を奪って戻る。バトも一旦戻りましょう。で兵は動いてないと。まあ動いてないだけなんですよね。安定だって、だってさあ、上皇が入ったかで13000、残念。では進めていきましょう。いいんじゃない？いいよ。撃破。よし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 。ご報告いたします。安定からちょっかいかけてるな。で、我が軍との勢力差はついに聴覚200万超えましたね。で、我が軍東卓2万ということで100分の1か。で、またこちら2万の軍が出てますね。で、呂布まで来てる。うわー、これはまずいなー。で、しかも天水耐久値が863とかなり減ってますね。そしたら、馬頭さん。水耕で、ここまで進軍ですね。我に続け。で、同様に、関水さん。水耕で、ここまで位置しましょう。我に続け。では進めていきましょう。呂布は歩を奪う動きをするはずですからね。でそのまま突撃してくると。報告いたします。いかがした？キザン落としましょう。どうか。関水も同様ですね。任せてもらおう。では進めましょう。これで呂布が北に来なかったら終わりだぞ。あー終わった。天下無双しかも入れられた。うわーこれはもう無理だな。ちょっと危険だったけど賭けだったんだけどな。で天水から怪我してるけど馬頭を出しましょう。水耕でこのように兵隊を切って戻ってもらいましょう。ちょっとこれかなり危険なことやらないともう守りきれない。では進めましょう。これも呂布が北に行ってくれないと負けるぞ。うわーマジかー。よし兵隊を切った。よし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 。報告いたします。で報酬配れる方配っていきましょう。当然だね。で天水から出撃で東卓と連携取れる方馬長ですね。で馬勢と奉仕で馬勢兵士一括4000ほどで、こちらで攻撃、ここで攻撃と。これでいいでしょう。ついてこい。で任命姿勢でちょっとやっぱり奉仕強化だな。魚鱗ではなく砲炎でもなく奉仕強化。これでレベル10。では進めていきましょう。あーもうまずいぞ。馬勢が入った。いやー壊滅しなかったか。ご確認ください。呼んだか。任せてもらおう。呂布まで来てるからな。では進めていきましょう。
もうやれることがないんですよね、本当に。炎術撃破はいいんだけど、馬長も撃破されてしまった。で、撃破して、撃破。いやー、天水もボロボロだからな。でも、負傷兵、結構回収できたんじゃない？今のは。2600かー。まあ、今更ちょっとぐらい、増えたところでっていうところはあるけど。今日最初。出していきましょう。平坦切って戻ってもらいましょう。出陣する、行くぞ。では進めていきましょう。もうやれることがないんだよな本当に。外すな。こうやってまず平坦切るでしょ。いやーでもボロボロだもんな。616だろ耐久。ご確認ください。で、天水から出撃と、董卓と馬長。で、馬政へ。馬政と兵士一括3000でいいでしょう。で、董卓がこちら攻撃。馬長がこちら攻撃と。出陣するぞ。では、進めましょう。迫り来るのは V か。もう V はもう無理ですからね。ご確認ください。さあ馬長と董卓で呂布を倒して、できれば捕らえてほしいけどな。まあ捕らえたところでって感じなんですよね。では進めましょう。捕らえたところで倒した。よし、捕らえました。で、天水91。あー無理かー。で、こちらで都市情報で2800か。これが5万ぐらい負傷兵あればな。いやー、で、天水に最強キャラの一人ジョコウが来てる。しかも孫作まで。ご確認ください。で、投与していきましょう。呂布、行ってまいろ。悪くない。で、天水から出撃で馬頭と、あ、関水行かせてるから失踪持ちはいないので、今日豪遊こちらで行かせましょう。いやー、関水は失踪持ちだからあんまり使っちゃダメだったな。ここまで行きましょう。で、今日豪遊でも我に続け。では進めていきましょう。まあ平坦切るのが、ダメか。マジか。そのために関水使ったのに。次のターンには平坦切りますね。報告いたします。こちらから平坦切っていきましょう。やってやる。これで平坦切れるはずですね。さあ、それでは進めていきましょう。いやー、呂布が仲間になってくれる？仲間になってくれない。いやー、援護まで出てダメか。死者が面会を望んでいます。黄金の使者ですね。いやー、お金には変えたいけど、呂布はできれば仲間にしたい。よし、平坦切った。ただか、ご確認ください。いやー、これはまずいな。天水から出撃ですね。董卓馬長、東山警戒じゃない、馬勢で、馬勢3000。
トータクがここで攻撃、バチョウがこちらから攻撃と、これでいいでしょう。我に続け。でバトウは帰ってもらう。こちらの部隊はちょっと孫策に当たっていきましょう。では進めましょう。いくら平坦切っても強いな、徐行は。これ以上兵避けないしな。これはいよいよ終わりか。では進めていきましょう。いやー、両夫もやっぱり滅びそうとし滅びようとしてる軍には加わりたくないよね。報告いたします。では全軍で孫策を倒しましょう。分かった。いやちょっと待って、兵力はいくつよ僕ら。6400で200万なんて勝てるわけねえじゃん。さあやれるだけやっていきましょう。では進めましょう。うまく平坦切り何回もしてると思うんだけどな。で孫策が馬長に一騎打ち。これ馬長勝てるでしょ、馬長であれば。一騎の個性ありますからね。ちょっと見ていきましょう。小覇王が力、とくと見よ。固有グラでもないね、孫策に負けるわけないよ、金馬長が。嘘だろ。よし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 。いやー危なかった。これで吸収できない。よし吸収できた。これはいいですね、負傷兵。ただ天水がボロボロすぎる。でついに V も陥落と。いやーこれはまずいね。あー今日の武将5人が董卓の元を去りましたと。で南からは張飛が来てますね。報告いたします。笑うしかないよな、長安にも9万いるもん。で安定5万でしょ。これ勝ち目がないね、いくらなんでも。関水とバトをちょっと出していくか。でバトがまあいいか、もう少し近寄ってから出しましょう。いやーそりゃ呂布だって仲間になりたくないよね、こんなあと滅びるだけの勢力なんてね。報告いたします。では天水から出撃です。関水と馬頭さん両方とも遂行で、馬頭がこのように進軍、関水が猪突に引っかからないようにこのように進軍と。出陣だ。これでいいでしょう。報酬配れる方配っていきましょう。嬉しい。であと東洋ですね、呂布なんとか仲間になってほしい。行ってまいろ。もう破れる寸前だけど。では進めましょう。いやー破れるって多分初めてだな。いいんじゃない。よし平坦は切りましたね。よし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 。聞いてください。では天水から出撃で馬長とあと連携取れる董卓様。
今さら罵声やったってなーって感じですけどね。で、トータクが攻撃で退却、馬長が攻撃で退却と。出陣するぞ。で、この2体は次の平坦斬りのために、馬頭は北に抜けていこう。一切承知。呼んだか。関水はこの歩を奪ってここまで来ましょう。やってやろう。では進めましょう。あとは張飛をどれだけ早く落とせるかだな。いいんじゃない。あー、北から徐行が、もう徐行に耐えきる力はないぞ我らは。どうした。で、関水がこちらまで行きましょう。任す。何をか。馬頭もこのように突っ切っていきましょう。このターンでエンジュスたちも平坦は切れるはずですね。せめて意地で呂布を仲間にしたい。では進めていきます。せめて呂布仲間になってくれ。ダメですね。で、撃破と。まずいな。死者が面会を望んでいます。拒否です。もうこうなりゃ意地だよ。よし、平坦を切った。しかし北からの三部隊。どうした。関水が北に行って、馬頭がこのように北に行きましょう。で、天水からはもうワンチャンだな。馬長と東卓、ここはもう東山警戒と新戦艦で行くしかない。あー、最大で持たせても1800-1900か。いや、彼らならやってくれる。やってくれるはずだ。俺は信じるぞ。ジョコは相手にも勝てるはずだ。2体で囲めば勝てるはず。兄弟の力を見せてくれ。兄弟の力を見せてくれ。ダメか。一騎打ち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 。あー、これは終わったー。終わりましたね。東卓軍が滅亡です。ゲームオーバーです。スタートメニューに戻ります。いやー、初めてだ。ゲームオーバー初めてですよ。これ絶対ね、この後天倒立シナリオ、この後天倒立シナリオは、絶対に難易度3じゃない。難易度3じゃないよ、これは。絶対に。だってどう考えたって強すぎるもの、聴覚たちが。まあ、あとやっぱり敗因としては寿命をなしにしたっていうのも大きいと思いますね。いやー、残念。今回のシリーズはバッドエンドということで終了とさせていただきたいと思います。いやー、本当に年貢シューターさんはすごいなっていう感じですね。僕のレベルじゃちょっと後天倒立はやれなかったということです。年貢シューターさんのね、凄さにはね、頭が下がりますね。それでは今回はこれにてこのシリーズは終了とさせていただきます。また次回別のシリーズやっていこうと思いますので、その際はお付き合いよろしくお願いします。それでは失礼いたします。